皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の中田です。田村です。今回の動画はですね、低学年向けの、はい、バッティング練習、バッティング練習法ですね、はいはい、ドッジボールです。ドッジ、まあちょっと大きめのね、こういうボールを使いますと、まあ、ドッジボールじゃなくてもいいですけど、これ100均のあの柔らかいボールですけど、はい、まあちょっと大きくて、はい、まあ柔らかい、柔らかいボール、まあ若干重みがあってもいいかなっていう感じですね、はい、ですね。まあ本当にドッジボールでもいいんですけど、うん、まあ、こういうボールを打つっていう練習で、うん、まあ低学年ですね。まあそれこそね、何球、うん、こう T とかでも当たらないとか、はいはいはい、本当に初めの方とかあると思うんですよ。そうですね、はい、そういうあのちっちゃい子供たちにはもうぴったりの練習なんで、それはちっちゃいのが大きい方が当てやすいですしね。まあ、単純にね単純に当てやすいというのもあるしでもちろんそれだけじゃなくて、はい、まあ、将来的にそうなんです、ね、遠くにしっかり飛ばせるようになるための、はい、まあ、ちょっと工夫があるんですよね。そうなんです。まずはなかなか当たらないので、はい、大きいボールをしっかり打つと。そうですね、それを当てに行くんじゃなくて、はい、バコンとしっかり振ると、はい、でしっかり振らないと、当たらないと飛ばないんですよね、うんうん、大きいので、うん、まあ、今室内なんでね、ちょっとあれですけど、はい、まあ、ネットですけど、まあ、これを放物線を描いてしっかり飛ばせるような、そうですね、っていうのがポイントなんですよね。そうです、はい、でこれが まあ、ちゃんと飛ぶようになって、うん、まあ、しかもあのゴロじゃなくて、はい、ちょっとこう浮かせた、まあ、ライナーかフライ、まあ、いい角度でこう出ていくように、いや、こういう角度ですね、放物線のような外野まで飛ぶような感じで打てるかどうかっていう、はい、まあ、これがちゃんとできれば、うん、まあ、普通のボールがそのサイズでちゃんと当たれば、うん、しっかりあの飛んでくれるので、そうですね、まあ、そこの練習っていうところですね。打球を上げることがね、初めやっぱできないと思うんですよね。そうですね、はい、まあ、どこに当たるかっていうのがもう大きな問題になってくるんで、そうですね、うん、まあ、何より、まあ、当たらなかったらまず当てないんですよ。そう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 、当たらないと面白くない、面白くない、うん、特にね、そのね、1年生とか2年生とか3年生とか、ね、今から野球やるぞっつって、で多分ね、T を何回もしても、うん、もうほとんど空振りっていうのもあると思うんですよ、うん、最初の方だと面白くないですよね、面白くないですよね飛んでね、なんかそれがおお面白いってそうなんですね、感じるところだと思うんで、投げてる方もどうしようかなと思うんですよ。そうですね、本当に始めたりとかね、素振りしてるところにボール入れようかなっていうぐらいの、そうそうそう、ちょっとねあのもう慣れてるね、あのコーチとかだったらそれできるでしょうけど、まあそういう感じだと思うんで、まあ、ただこう大きいと、まあ本当に当てやすいと、うん、まあ、結構当たると思うんですよ。そうですね、もうこんだけ面積ありますから、はいはい、まあ、あとはうまく当たるかどうかっていうのは別としても、まず当てる練習をしてもらって、まあ、当たって飛ぶっていう、うん、まあ、楽しさですね、うんうん、体感してもらって、そこからしっかり飛ばせるような、はい、そうですね、練習までこれで持っていけるので、うん、まあ、ぜひやっていただきたいなと思います、はい、まあ、まあ、じゃあ、ティネット向かって打ちましょうか。はい、まず打ってみましょう、はいはい、柔らかい大きなボールなんで、これを普通のスイングで、はい、という感じですね、はい、まあ、今ぐらいの角度で飛んでいけばいいですよね。そうですね、こうね、こう外野の方へ行くっていう、はいはい、しっかり飛ばすという、上の方に、まあ、今のでちょうどライナーぐらい、ライナーですね、はい、まあ、これがあの低学年でもちゃんとできれば、うん、まあ、あの小さいボールでもだんだん慣れてくると思うんで、そうですね、でこれ、まあ、当たると思うんで、あの確率が高いと思うんでこれだけ良ければできたらあのグラウンドで、うん、やれるんだったらグラウンドの方がいいですよね。そうですね、こう家だったらもう T の、 あのネットに向かってどれぐらいの強さでいったかなっていうのを見てもらうっていう形にはなると思うんですけど、うん、まあ、実際のグラウンドだったら外野まで飛んだのかなと、はい、内野の手前で落ちちゃったのかなっていうのをやりながらやってもらえばいいと思います、うんうん、そうですね、でこれでまあ慣れてくれば、はい、しっかりね、あの大きめのボールでバコバコ出ると、はい、はい、もうなんかまあこれじゃ物足りないなぐらいになってくるとまあ普通のボールでもいいんですけど、はいはいはい、何球ね、はい、でもいいんですけど、このボールとじゃあ小さいボールをこれ交互に打ってみる、はいはいはい、まあ脳にもいいですよね。そうです、急にこうちっちゃくなった時にちゃんとこう対応できるのかどうか、うん、とこもできるので、これもやってみましょう、うん、あ、はいはい、まずはまずは大きい方からですね、はい、
青のボール投げて、まあ、ちっちゃめのボールと。そうですね。 3段階でいきますか。3段階、まあ、3つ大きさの違うボールあるんで、これでいってみましょう。はい、徐々にちっちゃく。まず大きいボール、はい、で、失礼、はい、なるほど。これ打ってみてどうですか。そうですね、どうしてもちっちゃくなっていくんで、はい、まあ、最初これでしたけど、うん、しっかり、まあ、振って当てれる技術があればもちろん普通に打てますけど、はい、初めはちょっと当てにいっちゃうかもしれない、うん、ちっちゃくなればなるほど。こうよく見ちゃいますよね。そうですね、よく見ちゃうと思う。だからまあまあ、こう3段階あるんであれば、これが打ててきたら、ちょっとちっちゃくして、これでずっと打つとか。で、まあ、一番最終的にはこう、うん、まあ何球に近いね、形、まあ何球でも全然いいですし。で、これが本当にできてくると、もっとちっちゃいのでもいるわけですよ。あ、そうですね、あの、卓球のボールとかね。はい、ピン球でもいいですし。ピン球とかね。はい、で、それをこうランダムに混ぜてもいい。そうですね。で、どのボール来てもちょっとこうね、あの放物線を描くような角度で打てるかどうかとか、はい、これをやってもらったらもうその集中力とか、そうですね、まあ本当にこう対応力とか、うん、で硬さももしできるんだったらいろんな硬さにしてみる、はい、まあこういう大きなボールは柔らかいので、あとはもう普通の軟式にしたり、はい、まあ、テニスボールでも軟式のテニスボールにしたりとか、硬式のテニスボールにしたりとか、はい、もういろいろあの硬さの違うものを打って同じように、うん、距離出せるかっていうのもやれば、あの、まあ、あの頭のトレーニングになりますし、そうですね、はい、それを瞬時にこう手先でちゃんと伝えられるかどうかっていうトレーニングになるので、判断力にもつながりますよね。そうですね、うん、これ来たら、これ、このスイングみたいな、うん、そうですね。で、基本的には、まあ、当てるとこは同じで、入れ方も同じになってくるんですけど、うん、そうですね、あの放物線が描くような、はい、あのそこを理想にしてやってもらえたらね、うん、はい、まずは大きなボールをちゃんと捉えられる、うん、そうですね。で、それはバン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 打てるな、あの放物線が打てるようになってきたら、はい、ちょっとあのボール小さめにして、はい、っていうようなやり方をしていくといいんじゃないですかね。まあ、本当にこれあのバリエーションを変えるといろんなあのレベルで使えるので、うん、まあ、本当に打てる子でもこういうボールをまず打ってみるっていうのもすごい大事なことだと思うんです。そうですね、うん、まあ、もうちょっと重くてもいいですし、はいはい、大きいのでしっかり振って振って振って飛ばして飛ばしてをまずし身にあの染みつけるというのがいいですね、はい、そうですね、はい、当てにいくんじゃなくて、まあ、本当にこう大きなボールが外野まで飛んだらすごいと思うんですよ。そうですね、うん、どういう風に飛ばしたらそこまで飛ぼうかなっていうのも分かると思います。で、どうしてもね、初めこう当てさせたりとかね、うんうん、っていう思いは分かるんですけど、そうですね、あのそれしちゃうと本当に後々差が出るんで、はい、あの本当にすごい奴らに、うん、あの置いてくぼりにされちゃうんでそうですね、別にあの体が小さくてもちゃんとあの飛ぶ子は飛ぶもんね。そうです、はい、まあ、そこのスイングができれば OK ですね。そうですね、しっかり強く振りながら遠くに飛ばして、はい、しかもミートをできるようにしていくと、はいはい、まあ、欲張りな方法ですけど、でも上手い選手はやっぱそれができるんで、はいはい、ぜひそこを目指してやってほしいなと思います、はいはい、では、今日は、低学年向けの、はいはい、バッティング練習メニューのご紹介でした、ありがとうございました。ありがとうございました。